こんばんは、加賀沢と言います。ですね、今日はですね、いつもとちょっと趣向を変えて、Q&A 方式にいて、トラウマをちょっと進めていきたいと思います。で、個人的に来たメールを全く返してなかったので、それを一気にちょっとやってみたい、やらなきゃなとか 思ってたんですね。で、やらせていただきます。では早速、ドラムソロを、簡単に、叩く方法はないのでしょうか。ないです。時間がとってもかかると思いますと言いたいところなんですが、インチキドラムソロっていうか、僕が、楽をする、ドラムの仕事で楽をしたい時によくやってるドラムをソロを紹介します。まずはスネアだけで練習して、で、これをじゃあこのままで終わるかったらそうではなくて、例えば、ジャズの4バースだとかあって、まあ2バースにしますけど、これの利点は、すいません、僕早く喋るの苦手なんですが早く喋らない と時間が猛烈にかかっちまうので、でもゆっくり喋らせてもらいます。ですね、コースノートの良さをアピールできるものなんですよね。で、これを使ってまずそのやる練習法っていうのはいろいろあるんですが、一番いい練習方法としては、まず手順を覚えなきゃならないですから、癖つけなきゃならないですから、そうですね、まずやってみましょう。リズムパターンをまずずっとこうやって、足をどんどんつけていくと、みたいな形で進めていけば、この右左左の癖はつきます。で、次にですね、直接的にソロにつながる方法としては、パラディドルを、活用するというか、そうですね、右手だけでそのアクセント部分を叩くいていくと、まずちょっと、雰囲気、右左右右左右左左、ですやってみますね、ちょっと。みたいなね、
ことができるようになります。で今これだけでもかなりの時間を取ってしまったんで、続きがかなりあるんですが、今ずっと作ってはいこうとは思うんですが、今日は一旦ここまでにして、で、随時上げていきます。で今一番多いのがシングルストロークなんですが、猛烈に時間がかかってまいりますし、今のドラムソロ、をどう叩くかの延長線上で練習、シングルストロークの練習をしている中でドラムソロをどう叩いてい、くのかっていう方法もおそらく分かっていくと思います。今回はご視聴ありがとうございました。